どうせならあの時ミツバチの館で、死にかけてる探さないといけないか。どっかにいたかな、具合悪そうなやつ。ジョニーは具合悪そうだけど。それこそミツバチの館近くにいたり。あ、待てよ、思い出した。裏路地に一人いた。ここのはず。いた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 。あの強烈な生臭さ、まだ体に染みついてるみたいだ。なんだあんた、この匂いどうにかしてくれんのか。俺の手には負えない。どうしよう。ハテナが一つあるんだよな。これがまだ終わってない。あ、先に患者の情報を聞かんといけない。聞いてなかったかも。事前に街を探索してたから患者の位置はもう知ってたんだよね。調子が悪いやつが行きそうな場所って、いや、まずはトイレだろうな。その辺の店を覗いてみてくれ。トイレ？動けない。トイレ。トイレならね、ここでしか見てない気がする。宿屋の自販機の横はトイレだった。だけど人いた？誰もいないね。他のとこにトイレあったかな。まさかここにトイレあったのか。この人は我慢の限界だ。すいません。なんだこれ。あなたが当たり前に思うこと、あなたが普通に感じること、相手にとってはどうだかな。店主、あの定食屋の飯、毒でも入ってたのか。薬を持ってきた、見せてみろ。便器だけは綺麗そう。ありがとう、助かったよ。これ大したもんじゃないけど、よかったら。安心したら今度はと、悪いけど出てくれるか。はい、戻るか。具合悪そうな患者は知る限りまだ2人いるんだけど、一旦アイテム屋で話聞く？あ、ジョニーで、その亀、いやメカみたいな恐ろしい絵をクラウドさんの剣がズガガガガッと。いえ、あの兄ちゃん家と戦ったのか。あ、お勤めご苦労様です。もういいのか。うるさいくらいにな。外のやつらはどうだった。できるだけのことはした。ありがとな、助かったよ。じゃあ約束通り報酬な。ちょうど今いいものを持ってるんだ。いいもの？ま、もともとは服屋の親父のもんだけどな。定食屋から話は聞いたぜ。あんたたちこれを探してたんだろ。探してた？服屋の親父？なんだっけ。ああ、インスピレーション。当たり。ここいらの店主仲間は昔からの腐れ縁でな、毎晩集まっては景品をかけて勝負してんのよ。で巡り巡ってこいつが俺んとこに来て、はい今はあんたのもの、超レアもの、限られた人間しか手にできないあの VIP 会員証だ。ま持ってても何の役にも立たないんだけど、これってまさかクラウドさん早く見つめて、いやとにかく酔いどれに戻りましょう。福屋の親父によろしくな。クラウドさん早く早く、インスピレーション、そういうことだったのか親父。まさかこれがあればミツバチの館に入れる。いらっしゃいませ。当店はただいまショーの準備中です。おや、VIP会員証をお持ちですか。うん、これは大変申し訳ございませんお客様。こちらの会員証はご本人様以外ご使用いただけません。ちくしょう、ちゃんとしてる。返してあげるか。入れると思ったのに返してあげるか。親父待たせたな。ああ、こんな息子おったかな。例のもの取り返してきたぜ。おお、これはまさしくわしのインスピレーション。親父それってそうよ、来る日も来る日もあの娘たちにドレスをプレゼントしてようやく手に入れたミツバチの館のVIP会員証じゃ。やっぱりそうと決まったらこうしちゃいられん。すぐにでも娘たちに会いに行くぞ。店に戻ってプレゼントを選ばねば。俺もどうするぜ親父。はあはあとりあえずよかったのかな。あ、服選んでる。連れ戻してくれてありがとな。いろいろと面倒だったろ。これ補充な。さあクラウドさんも一緒に。ウォールマーケットのお勉強はここからが本番ですよ。仕事は終わりだ。あとは好きにしてくれ。わかりますその気持ち。未知の世界ってのは誰でも怖いもんです。はあ、一緒に行けないのは残念ですが、ここはウォールマーケットの先輩である俺がクラウドさんのため体を張って一足お先にインスピレーションを体験してきます。この俺にドーンと任せちゃってください。待ってろミツバチの館、待ってろ娘たち。ろくでもない大人が多くて困っちまうよな。ほんとそうだな。そろそろサムのところへ戻るか。本当にさ、はてなはてなはてなというかね、クエスト一覧今までやったやつを見れるんだけど、現状全部達成してるみたい。白熱スクワットね。はてなはてなはてな。サム、このサブクエストの進行がなんだろう。エアリスのドレスの変化になるとか、そんなことがある。おお、どうだ、欲望の街を歩き回ってみた感想は。いろいろ初体験だったろう。このくらい慣れてる。依頼は終わりか。いや、最後にもう一件だけ頼む。ティファちゃんを助けたいんだろう。どういうことだ。とにかく闘技場へ行ってくれ。話はそれからだ。爆裂ダイナマイトボディ。嫌な予感がしてきた。闘技場、何が始まるんです？待ってたぜチャンピオン。ん？スペシャルマッチ？観客席は満員御礼だ。派手に盛り上げてくれよ。ああ、普通に入っちゃったけど。さあ、今宵のチャンピオンクラウドが再びリングに戻ってきた。今最も熱い男に対するのは身を焦がすほどのダイナマイトボディ、ベリーホントボーム。会場の熱気も爆発させてもらいましょう。レディーファイト。ダイナマイトボディってそういうこいつ絶対ブリザード引くだろ。熱い。あ、ブリザードだけ全然育ってない。あかん。あちゃあちゃあちゃ。そういえば今はアイテム使えないのかな。ちょ。あ、使える。待って、ブリザードをとりあえず当てたい。弱点ってわけでもないんだ。厄介だ。熱い。ちょっと回復しよう。いやーゲームオーバーになった。今度は試しに属性のマテリアを組み合わせてみた。弱点ってわけではないみたいだけど、バイオでじわじわやるか。聞いたか？あ、聞いてる。痛い。これで攻めよう。幸いにも動きは呪い。呪いけど回復はちゃんとやっていかないとな。熱い。よし、一旦回復だ。で、かわしてから回復するか。 ATB ゲージがもったいない。 OK。 あいてー。いやいやいや、なかなか近づけないな。ちゃんと回復しよう。近づいてきてる。ブレイバー。よし、熱い。まずいかな。メガポを使うか。うわー、また膨張してる。爆発したりしない。あー、熱い。いや、先にこいつやっちまえ。よし。で、バイオが思いのほか効いてたから、バイオ危ない。で、ブリザード、毒は効いてるな。よし、あっちょい。オッケー。これがチャンピオンの貫禄。膨れ上がった観客の期待に見事応えてくれました。こいつを倒したはいいけど、熱気冷めらぬ会場に歓声がエクスプロージョン。これがどうなる？あ、サム。さすがはチャンピオン、見事なもんだったな。あんたの取り分だ、受け取れ。ティファの件詳しく聞かせてくれ。ああ、ティファちゃんのオムに負けず劣らずのダイナマイトボディって話か。おい、騙すようなことをして悪かったよ。でもまあ、あんたが本気でティファちゃんを助ける気だってのは今の戦いっぷりでよーく分かったぞ。遅い。それで手を貸すとでも？まさか。言っただろう、面倒ごとに巻き込まれるのはごめんでね。ただ今のあんたなら俺の手なんか借りなくてもティファちゃんを助けてやれそうな気がするぜ。ここに来た頃よりずっといい顔つきになったさあ、お勉強はここまでだ。そろそろ姉ちゃんの着替えも終わる頃なんじゃねえか。こんなを待たせると怖いぜ。ボムみたいにみるみる膨らんでドカンだ。ああ、そんだけか。ロットを手に入れた。違う。マジカルロット。おお、マテリア枠多い。よし、空いた分いろいろつけた。じゃあお着替えそろそろ終わったらしいし、そろそろっていうかかなり寄り道したけど、これでもう全部だね。マッサージや着付けは終わりましたか？クラウドさん、ここでしたか。ティファが、ティファが、俺じゃもう。落ち着け。ティファがどうした？もうすぐコルネオのオーディションが始まるって聞いて、このままだとティファが。でも俺じゃどうしようもないから。分かった、お供します。クラウドさん、兄貴って呼んでいいですか？ダメだ。俺兄貴にならティファを任せてもいいかもって。兄貴はどうやってそんなに強くなったんですか？だから兄貴の立ちさばき惚れ惚れしました。こうズバッズバッズババッってなんだその走り方俺も兄貴みたいになりたいですけど、まだまだ夜は長い。じゃあ俺はここで。いや、足手まといになるといけないんで。マムの店に戻ってエアリスが出てきたら俺が戻るまで待つよう伝えてくれ。了解です。行っちゃう？単独で。どうせまた止められると思うけど、その男に。お前か。推薦状は手に入れた。ん？あれは女限定だ。エアリスが選ばれた。ああ、一緒にいた女か。気の毒に。でもな、どっちにしても男は入れない。許可は求めていない。やめておけ。コルネオさんは恐ろしい人だ。あんたがここで暴れると誰かが責任を取らされる。それはお前が助け出したい人間かもしれないし、あるいは全く関係のない人間かもしれない。わかるか？ここはそういう世界だ。オーディションが始まるまでまだもう少し時間がある。もし本当に推薦状があるならその女を連れてこい。俺は勧めないけどな。まあ、推薦状があろうがあるまいが、どの道女しか入れない。そういう場所なんだから、クラウドが女になりゃいい。おい、どけって！偽物じゃねえぞ！ちれちれ！どうぞ。お待たせ。エアリスなのか。うん、コルネオはこういうのが好きなんだって。なんかあちこち盛られて不愉快。そうか。クラウド？すまない。うん。それよりエアリス、ジョニーの伝言は聞かなかったのか？待ってろってやつ？聞いたけど心配だもん。ここは思っていたよりも危険なところらしい。オーディションで何をさせられるのかもわからない。やはり一人で行かせるわけには。一人？そんなつもりないよ。ほら、こっちこっち。どこへ行くつもりだ？私、マムからいいこと聞いたの。クラウドのこと気になってる人がいるって。うん。アニアンじゃ。その格好めっちゃ歩きにくそう。しかもヒールでしょ。その服気合い入ってるね。どこ行くの？いや、べっぴんさんだ。偽物じゃねえぞ。お、結構可愛い。結構。何言ってんの？可愛い彼女。僕とお茶しない？ミツバチの館に向かってるよね。